ね。まあ、いらっ。ありがとう。すば楽しみ。依頼を受けていただけますか。それおうおいおう、このパッと見は昼間の嘘、嘘なの。わしにはさ、客が救いを求め。お、向こうにマイクあるじゃん。おい、そのいいってのはよ、やっていいか。適当にあい。ああ、やん、はあ。わし、今年で。これ見て、ああ、できた。そんでさ、そうそう、ご機嫌。依頼を受けていただけますか。では何とぞ吉報をお待ちしております。それそうか、気を…どれだ、どれだ。ああ、引き受けた。
どうすゆっくり見ていけ。用は済んだのか。じゃあな。ご機嫌。依頼を受け、そうなの。ふふ。それ。すまないな。いや、こうして文学の棚を、恋愛についての結婚とは誰しも皆、実は正直老獪な男だが、私はたとえそれで、私には近く提携する相手企業の新任社長、正式な結婚を急げば、さらに先方は私、そうすればそれが最、それはそうだ、人に話すなど、お父様やおならば私、軽々しく言った。だが君がそんなことを言うと、なあ、私は近、私は、だがなぜ私は、すまない、誘っておいて悪い、失礼。
食べ慣れると、この前など前に、あれは忘れ、もともと同じ量で寝起きする。それに私はもう、決意を固めるべきだ。なあ、卒業まででいい？君に私の知わがまま。それは、いや、許された時間、君は私、戦いで皆、そんな君との、きっとな。さあ、さっきの約束。With me.
な。おはよう、どなた。そうそうそう。って、その運動じゃな。一緒にせ、息子が。息子したって、あの子。当たり前。よし、息子に。よっしゃみせてた。じゃ。ということで、じゃあ、正解。
前から典型的全てをなラストシーンで日常にかな自分のことなど誰も知らそんな場そうか別にただグループのこの霧城といういや君が相手だ君は優しいどこまでも甘い甘いついでにもし仮に結ばれないと知りながらそれはあはーい、おーい。いやさ、じゃ、え、待ってください。今日はあなたと約束など。いいから、僕は忙しい身で、き。そんな、勝手を言われても困ります。わざわざ探す。それに。そんな怖い顔するな。ま、君には。しかし、ま、先代はもういない。君だ。ふざけているのですか。あ、なん、部外者。なあ、ミツル、いくら聡明だ、それに。はい、いいことじゃ。はい、今日はありがとう。すまない。じゃあ、もういい。おい、ところでそこのお前、身分、君みたいなし言ってる意味わかる。君と我々では黙れ黙れと言っている彼への侮辱はなんだよ。私は彼を尊敬している。彼への侮辱は私への侮辱だ。何を言ってる。背負ってるものが違うと言ったな。ああそうさ、お前と彼とでは比較にもならない。彼は自分の、私はこれ、彼と一緒にいたい。今も、そしてこれからもだ。これからもと、僕がこんなガキに踊るっていうの。今なら聞かなかった。何度でも言えるさ。今私を支えてくれ。私は彼と一緒にいたいっているのはお前なんかじゃない。グループは必ず立ち直るさ。お前のような人間に救いを請う必要はない。今日限りでお前と私は赤の他人だ。見苦しい真似をするなら今度はグループを挙げて相手をしてやる。むせろ俗物、二度と顔を見せるな。ジー、ジー、
まあ。しばらくというか、そのいや、出だしからな。よ、まずはこの間。そうか。あの時はあんなことを信じられない。気持ちを伝え、それが からかわないでくれ。君と関わりだして驚いて喜んで怒りに身を震わせ、何をしていても君のことばかり。こうなった以上、私は自分の気持ちをはっきり伝える義務がある。私は君のことが好きです。恥ずかしくて死にそうだ。私のことを、それはとても喜ばしいというか、ありがたい知らせというか、胸が、これじゃ前回と同じじゃないか。だがこんなにも嬉しいものなのだ。通じ合うということは気持ちを伝えてよかった。今日から君は私の特別な人だ。もちろん立場上はまだ表向きにはできないがな。なあ、というか、だから、それだ。君ばかり私を名前で呼んでいてずるいだろ。よし、決めた。私もこれから君の前でだけは名前で呼ぶことにする。どうにも照れくさいが、私がそうしたいんだ。とにかく私は
もう霧城満の名を束縛だなんて思わない。霧城満だからこそ私は君に会えたんだからな。私にここまで言わせたんだ。責任は取ってもらうぞ。大切にしてくれよ。もう少しこのまま。その、ここへ移ってくるとき、まるでラウンジがもう一つあるみたいだな。いや、仮にもよく言われる。そうだ、これを受け取ってほ。私のバイクの鍵なんだ。私はもう、というか、これからはあのバイクを気持ちの逃げ場にしなくて済む。そう思ったら、なかなか使われないあのバイクがかわいそうになって、一緒に乗りたいんだ。もっとも免許を取るまでは君は後ろから。今の戦いが決着してからいろんな操縦を教えてやろう。今から楽しみだな。あ、けど無理はするなよ。名前で呼ぶのはまだ少し照れくさいな。でもここでなら誰かに聞かれることもない。それにこの言葉は私にとってはただの名前じゃない。もし私に万が一のことがあったら、多分最後に叫ぶ大切な言葉なんだ。そうだな。今夜はもう少しそばにいたい。一緒に行ってくれるか。今こそ我、女帝の究極なる力。やはり。Mm-hmm.
先輩。ごめんなさい。もしもし、タルタル閉ざされ、念のためでは。いや、ああ、いつもいろいろ、お、久々に、ダメじゃよ、え、時期が、手紙、気になるかの、ダメじゃよ、エッチ、これは見ちゃいやん、なんじゃ。わしやも、お前さん、わしなんて最近、しかし、よし、あれから石風花はゆかり、混乱しててもこの一週間。確か人という生き物はどうだ。真田さんも。さあな、だが逃げる。ニュクスと戦う。どんな相手かも分かる。お前こそ涼しい顔。正直自分の死について、しかし苦しいよりは楽な方がいいさ。だがそれに、どの道死ぬという点も。じゃあ、お前はど
うなんだ。確かに同志っていうか、いや、どうしたの？お前、なんだよそのノリ。純平、死ぬ。みんなも何これ。じゃあどうするんだ、殺すのか。俺にできることなんかないっすよ。殺せんな。大体そんな偉いお前が。そ、純平、なんとかしろよ。お前特別なんだろう。やめなよ純平。今まで抱えてきてくれたから、私たちまだこうして。くそ、頭解決。私も平気なやつなの。そうだな、私も正直みんな同じ。さっきはあん、でも私だってここに。ゆかり悪い今の純平に。だから来。悪い、わかった。よし、どの道。まだ時間。僕は。あのさ、ねえ。そう。ごめん。Thank you.